どうも、オッチです。気ままにやっていく、ポケモンアルファサファイアのその2やっていきましょう。もしかしたらね、今週末ってか今週にね、ポケモンサンムーンが発売ということで、仕事というか今日はね、バイトだったので、疲れ気味で、しかも夜なんで眠いし疲れてはいるんですけど、ポケモンをね、やりたくって、で動画も撮ろうと思って、撮っております。で一人の方とね、色違いの金恋キングを、色違いの恋キングをね、交換しました。でその際にね、もらったポケモンを紹介しようかなと思います。こちらです。ガチの方ですね。まず持たせてるアイテムが弱点保険っていうあたりでね、っていうのは、ただそもそもギルガルドかいっていうね。俺も X で普通のだね。これしかも色違いだよね、これね。で、色違いだしさ、すげえなって思って。レベル5か10未満の、金恋キングをあげたら、ギルガルド、ルイ・ヴィトンというね、オスのポケモンでございます。こちらの方をもらっちゃって、なんかすごい申し訳ない感じなんですが、大事に使わせていただこうかなと思います。で、ですね、その交換の際に、YouTube の方の動画概要欄、コメント欄でね、やり取りをしたんですが、それでね、なんか YouTube のコメントが一時期っていうのかな、なんかその後使ってないかわかんないんだけど、使えなくなっちゃってさ、ちょっと困ったんだよね。で、だからやっぱり申し訳ないんですけど、今後交換をね、する際には、Twitter でまずリップ、僕のことフォローしてもらって、で、リップをください。どのツイートに対してでもいいんで、とりあえず何か、僕にメッセージを送ってもらったらフォロー返すんで、ダイレクトメールでやり取りしてもらって、で、日時、フレンドコードを交換して、で、日時会う日に、交換というような感じでございます。で、欲しいポケモンに希望があれば、まず、言ってもらいたいなというのと、もらうポケモンに関しては、何でも構いませんよというような、ただね、動画であらかじめ紹介しますっていうのをご了承ください。嫌な人は、ごめんなさい、ちょっと紹介しないでくださいっていうのがあれば、紹介しませんので、一言言ってもらえればなと思います。で、今回やりたいことなんですけど、まあいろいろね、喋りながら今回もやっていくんですが、続けますか。はい。ですね、サンムーン用のクチートを育てたいぞ大作戦。どういうことよって思うでしょ。ですね、この動画ではね、少ししかやんないけど、厳選をやります。厳選をやります。でも、確か、預けてるメタモンがすでに、5V だったかな。クチート用の 5V で赤い糸を常に持たせてた気がするので、変わらずの石をちくわに持たせれば、性格このままで、で、あとは性別か。性別、毎度毎度僕はメスがいいので、いらない。もうゆで卵にするなり、投げ割るなり、もう何でもいいよ。引き取る。キノコこ育ててたんだ。1800円、まあいいでしょう。結構いい値段通る気がするよな。1レベルで100円でしょ。でも安いか。あ、で、その、交換をした時にね、交換してくれた人が、バトルをしようよっていうような、メッセージ、ボイスチャットを基本的にしないんで、そこもご了承いただければなと思うんですが、それでね、バトルしようよってなったんだけど、
あの時もね、夜だったから、で、次の日朝早かったからっていうのもあって、バトルをお断りさせていただいたんですが、バトル、交換の後にバトルというのは、申し訳ないですが、お断りさせてください、基本的に。なぜかっていうと、まず、ね、今回育てるというのが、まずクチートだけと、あとは、旅パーぐらいなんだよね。あ、ファイアローがしかいない。あいつらか。唐揚げくんと、あれ、なんだっけ。月光がぐらいなんだよ。だから、ちょっと卵、あれ、するまで、トークで繋ぐけど。だからね、で、俺好きなポケモンをね、強く育てるのは好きなんだけどね、レートとかやってないんだよね。まあ、サンムーンからちょっとやってみようかなって思うんだけどさ、なんか、ね、怖くないガチって。まあ、でも、クチートにあんだけね、いろいろ注ぎ込んでるのに、何がガチが怖いだよって言われるかもしんないけどさ。でね、まあ、サンムーン用にね、クチートを作ろうと思うんですけど、で、クチート何匹か多分余ると思うんだけど、PSS?で、たまにクチート流しまくってんだよね。それか、この動画で、俺のクチート、生まれたクチート欲しいよっていう人いたら、あげるんで、育ててやってくださいな。ぶっちゃけ卵をそいつからさらに厳選しても構わないんで、まあ、それもね、欲しいよっていうのがあったら、ツイッターからお願いします。でもね、ツイッターもね、見る頻度がね、なかなかなかったりするから、そこも、ごめんなさいって感じなんだけど、言っといてお前、反応ねえじゃんっていう風に思われるかもしれないんだけど、いや、申し訳ない。ちまちま見るようにする。1日1回は絶対見るようにするんで、で、まぁ、6時間に、まぁ、3時間ぐらいに1回、もう、早いペースで見ていくんで、どうかね、許していただけたらなと思います。もう、ここなんてそもそもだってあれだもんね、ボタン押しっぱなしでさ、ぐるぐる回れるっていう、ハイジング用足し卵孵化コースっていうさ、もう、狙って作ったようにしか思えないっていう。XY の時はね、ミアレシティをぐるぐる回るっていうのが流行ってたけど、今何個卵 ?3 つか。だから、もうあれなんじゃねえかなっていう。サンムーンになったら卵一発でパカンって割ってくれるおっさんでもいいんじゃねえかなって思うけど、わしは卵仙人じゃーみたいな。わしの手にかかれば卵を一瞬で帰らせてやるぞい。しかしこのポケモンはあれなんていうの、歩数分のさ、金取られるみたいな。だいたいこのポケモンだと4860みたいなさ、まあ、4860歩で生まれる卵のモンスターなんているかどうか知らないんだけど、適当に言っただけだからあれなんだけどさ、このポケモンだったら4860円だよみたいなさ。あともう一個もらったらパワー使おうね、卵の。だからどうなんだろうねと思って。だって次個体値いじれるからさ、ぶっちゃけ厳選の必要がないんでしょ。まあ王冠っていうのが必要らしいからさ、その王冠がどういう条件で手に入るかっていうのもよると思うんだけど、すごいもうぐるぐる回って喋ってるだけだけど、いいのかなこれでね。よし、じゃあ、5個とりあえず終わって、その後何するか特に今決めてないんで、走りながら決めたいと思います。どうやるんだっけ?これか?あ、本体そう、これね、あれなんだよね。録画用のだからさ、普段持ち歩いてないんだよね。これもう、完全に、パソコンのすぐ近くに置いてあるっていう。レベル2までしかない。自分。よし。
よし、これで、あとはもう頑張ってトークでつなぐだけというね。でね、まあサンムーンのあのウルトラビースト、あいつらってどういう扱いなんだろうね。伝説扱いなのかね。そもそも捕まえられるのかねっていうすごいいろいろ疑問があるんだけどさ。でなんかあれ人に似てるっていうさ、あのサンムーンに出てくる登場人物に似てるっていうのがあったりさ。であとは色違いとか一応いたりすんのかなって思ったりもしてんだけど、色違いやっぱりさ好きだからさ。であのブラックホワイトだと確か絶対出なかったんだよね、あのレシラムゼクロムの色違いはね。お、生まれた一匹目。さあおいでませ。5体まとめて個体値を見てもらうんで。いや可愛らしいな。俺ねクチート多分逃がしたことないと思うんだよね。全部ニックネームは後で全員つけるつもり多分。なんだっけ、知らない人とさ交換すぐできるあれ、あれでねクチート流しまくってたんだよね一時期。たまにクチート同士の交換があって嬉しかったけど、おお、こんなところにもクチート使いがいるのかっていうね。もうねほんと学生の時にさクチート使いまくってたから、あいつ絶対クチート使うんだよねっていうのをさ、もうみんなにバレてんだよね。バレててもさ、でも使い続けるでしょ。もうそりゃあねクチートは強いしね。というかね、そうそう、ミラクル交換やんないです今は。だからさ、なんていうの、まあ正直言ってね、ルビーの時とかはねなんか鋼タイプだけだったからさ、本当にもう鑑賞用みたいなさ感じだったんだけどさ、マジでメガ進化のおかげでさ生き返ったっていうの、生き返ったじゃないね、もう一気にって感じだから。まああとはフェアリータイプがね凶悪だよね。ドラゴン無効っていうのとかさ、結構なんて言うんだろう、やっぱりだいたい強いのってさ600族ってさドラゴンタイプが多いわけじゃん。ってなるとね、氷タイプとかまたは同じドラゴンタイプじゃないと今までは対抗できなかったわけで、それがさフェアリーっていう別のタイプでも対抗できるっていうのはねいいよね。え、もう切れたの早くない？今何匹？あと2匹オスがいる。まあいいんだけど、おお、店の中に突っ込んでまった。だからね、お、あと1匹で、今何の話をしてたんだっけあ、そうだ、え、好きなポケモンの話をしてたんだよね。クチートの魅力を語ってたわけだよね。で、まあフェアリーっていうのがねできて猛威を振るってるっていう。俺がね、クチート確かにつえつえっつってさ、他の、なんていうの、友達がさ、サダンドラとかさ、使ってるから、じゃれつきでワンパンして、ぶっ飛ばしてやったりもしたんだけど、俺が一番脅威に感じたのはね、マリルリがね、つえっていう。なんだっけ、力持ちだっけ？あいつもさ、攻撃力上がる特性持っててさ、で、アクアジェットで先制大体取れて、結構それが痛いっていうね。で、バカ力もあんだっけ？確か、マリルリ。なんか可愛い見た目してさ凶悪なのが多くって、フェアリータイプはだから嫌だったね。さて個体値を見ましょうか。個体値というのは0から31だっけがあって、まあ大きいのがいいわけですよ。で31が30だから31が確かマックスで、で31まあ個体値っていうのが分かんない、種族値っていうのはまあ才能っていうの、そのポケモンにあるもう決められた数字っていう感じかな。で個体値怪力バサミじゃダメなんだな、
これもう全部ダメですな。男だけだね。まあ、ね、特性も選ばなきゃいけないんだったっていう。まあこんなね、クチートでも欲しいよっていうのがあったら。で、まあ31まであって、31、種族値っていうのはまあ決められた運命みたいなもんだね。で、個体値っていうのはまあ才能っていうの、生まれた時の、なんか、素晴らしい能力。攻撃、防御、特防、素早さ。で、これ、素晴らしいっていうのは、一番いい 3V っていうことに、あ、3V じゃない、V っていうことになって、31のが1個あるごとに、まあ、1V、2V っていうことになってくるんだけど、で、今の素晴らしいって言われると、V 判定になるんで、で、今のクチートは 4V でございます。相当優秀。で、この、その前の相当優秀とか素晴らしいっていうのは、その合計だったかな ?6 つのステータスの、6つ、7つ、8つ、6つだった気がするんだけど、その合計の、総合で評価されるのが確かこれだった気がします。HP、防御、素早さの 3V と。まあ、赤い糸とね、変わらずの石のおかげでだいぶ楽になったと。相当優秀。HP、防御、素早さ 3V。本当はね、3V だったら百歩ってなんだけどね。赤い糸のおかげで、まあ、そんなでもない。相当優秀。HP、攻撃、防御。なるほど。こいつら全員あれだな。預けるようだな。HP、攻撃、防御、3V。という感じでね、卵を割るというのがあるので、逃がすわけにはいかないからな。逃がしたくないから、こいつらも後で、メインの、普通の普段使ってる方の、あれ、なんだっけ。あれで、なんだっけ。ミラクル交換で流します。特性的にもね、あんま需要のないっていう。3V、4V だったけど、まあ、それでも欲しいよって人がいたら、あげますよ。俺が交換流す前だったらね、いいんだけど、何しようね。もう20分経つんだね。18分ぐらいだから。卵割るだけの動画でも大丈夫かな。あ、じゃあ、どうしようかな。卵1個もらって、で、とりあえず、チート1回引き取って、ちくわを引き取って、せっかくだからさ、もらったギルガルドをさ、使ってみようじゃないの。よいしょ。バトルハウス行こうよ。残りの時間は何戦するかわかんないけど、クチートの厳選結果はツイッターで報告できたらなと思います。で、一応ね、アルファサファイアの2ってなってるけど、3になったら3の3になるから、3の1っていうのにはしないから、ポケモン、気ままにやっていくポケモンというシリーズ実況にもうしちゃっているので、しちゃっていくつもりなので、あらかじめご了承ください。挑戦しましょう。音楽変えるか。前、あれだったもんな。ライバルの時のだったから、音楽はいくつあんの ?3、4、4何?まあいいや。スーパーシングル。3連勝中。手持ち。3か。行きましょう。よし。連続バトル。さあ、かかってこい。家族に下品と止められてますが、勝負が楽しくて仕方ありません。いや、バトルはいいものだよ。何の音楽だ、これ。
あ？これあれの音楽？これ何の音楽だっけ？よく聞いた音楽だ。ダイゴの時だっけ？ジム？どっちだろう？エレキブル？アイアンヘッドで倒せんじゃね？あ、バトルスイッチ。これ確か守る的なのじゃなかったっけ？キングシーズ久しぶりに使うからね。そうだよね。よし、アイアンヘッド。嫌な音。これあれかな、あのチョークをギーってやった音なのかな。あれ確かに嫌なんだけどさ。イエス。ごめん、タイプ全然分かってなかったね。影打ち、こっちの方が効くでしょ。ああ、また潜られた。ちょっと、あ、に、いやいやいや、そんな背中を見せるなんて。強さを見ていい。特攻、特攻と特防そんな差がないのか。じゃあシャドーボールの方がいいんじゃない？てか相性悪いよね、そもそもね。キングシールド、いいよね。キングシールド名前かっこいいし、それだけなんだけどね。こいつ嫌な音ばっかだな。いけ、シャドーボール。シャドーボールいいよね。なんか安定感のある技、威力も上々だし、で敵のね能力値も下げるし。水の波動、バトルフォームはな、防御が低い。いけい。おお、杖。半分ぐらいか。ってことは、もう一発水の波動食らったらやられんのか。やられんよね、これ多分ね。あら。なんかね、相性がいまいち悪いのしか出てこないね。クチートだとさ、もう力、なんていうの、めちゃくちゃ上げれるからさ。ね、これでもう倒せちゃうんだけど。しかも、まあ、このクチートはね、もう厳選しまくったやつなんで、もう眠ろうが何にしようが関係ないからね。多分噛み砕くで一発だよ。もう、ああ、カゴの実ね。カゴの実？まあどっちでもいいか。あ、意外と食らわね。やるな。水の波動、どのくらい食らう？おお、さすが。ギルガルドはあれだね。もうちょっと使い方を調べてから使おうかな。なんか、あいつはバトルスイッチとかあるから、いろいろね、不意打ちで倒そう。よし。クチータはご利用しでいけるかね。あはん、たまりませんわ。勝者に下げすま。こいつが下品だったか。なんかポケモンってさ、要所で変なネタ仕込んでくるよね。なんか全年齢向けって言ってるけどさ、これがおじさんの金の玉だよみたいなのもあるじゃん。なんか、なんだそれって思うよね。25分か。中断しようかな。はい。というわけでね、卵割って、もらったギルガルドを、使ってみたというような感じの動画になっちゃいましたが、多分ね、次はもう3になっちゃう気がするんだよね。
3でも連続釣りはね趣味でやっていきたいと思ってるので、随時動画内で紹介できたらなと思います。というわけでね、まあ交換に関しては、なるべくね一人でも多くの人と、やっていけたらなっていうのは思うんで、なんかね自分もやっぱり自分あじゃない動画とかね他の人の見るんだけど、なんだろう、まあ他の人はやっぱりすごい有名な人とかがね多いから、そういう人たちはもうなんか自分とは違うんだなっていうのはあるんだけど、なんか見る側からやる側に、見てた側からやる側になったね、身としてはなんて言うんだろう、見てた人の気持ちはすごくわかるつもりでいるので、なるべくね本当にね僕なんかで良ければっていう感じなんで、ポケパルでちょっとやろう、ねぜひぜひ交換しましょうよ。もらったポケモンはね大切に育てさせていただきますし、動画内でもね、今みたいにもっと今後もね、やっていき使っていきたいなと思います。ちょっとじゃあちくわの可愛さを見せてあげよう。なんかさネーミングセンスって言われたけど可愛いんだぞちくわ。なんでだ、これどうやって入れ替えんだっけ、久しぶりだったら覚えてねえんだ。入れ替え、ほらもう仲良しだよ仲良し、遊ぶ、ほらもう可愛い、背中だけで可愛い、ほら可愛いじゃん、もう超可愛い。でいいやつあげよう。あこれほらもう可愛い、これこの追ってき方がほら可愛い、可愛いよな。可愛いもう可愛いしか出てこない。もう一個あげる、喜んでる。ほらもうねみんなもきちっと育てよう。もうね、癒しです。まあポケパルレをねなんかもうちょっとあるんだよね、サンムーンだとね、もっと戯れられるってことだよね。ていうかライドがあるんだよね、だからは秘伝技が消えるっていうのを聞いたんだけど、クチートにはさすがに乗れないからな。乗るってどこに乗るねんって、どっちかっていうとね頭に乗っけて冒険したいと思うんで、それか手をつないでね、一緒に歩きたいぐらいの気分なんで、乗るのっていうのは考えてないですな。はい、というわけで、クチートの可愛さも存分にね、お披露目できたのですごい満足です本当にねもうね可愛いんだな。サンムーンからでも遅くないよ。ポケモンねやったことないよっていう人いたらね、さっきのクチートをあげるんで、ぜひクチートを育ててみてくださいな。というわけで今回ここまでにします。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。